な会を開いていただき本当にありがとうございます。本当このステージを作ってくださった、現役の皆様、あと見に来てくれてる部員の皆様、部員じゃない方、見に来てくれてる部員の皆様、本当にありがとうございます。ちょっとなんかもう私こそ真の喋れない人で、本当にちょっとうまく話せないので、ちょっとこの場をつなげてもらうべく、ちょっと3人喋ってなんかM2、M2、6回生、4回生にできるのことをぜひとも、ね、お願いします。じゃあ、そんなもう喋れないんですけどあんなんで本物を名乗られても困るんですけどそうですね、でも、6回生、M2、あと今年、2周生終わった方、おめでとうございます。Thank you.
当になんか、皆さん見に来てくれてありがとうございます。本当にありがとうございます。最後の 部長権限を使わせていただいて、本来だったらね、もうほぼみんな OB なのにこんなやってくれてね、なんかね、なんかね、気使ってまで最後なんか、ね、ちょっとやばい、何言うくらい、このバンド名つけてよかった、うん、よかったね。なんか一応前も話したかもしれんけど、じゃあなんかみんな経緯とかなんか話してるんで、なんかたまたまそうそう、なんかやりたい曲とかなんか、まあ、やって、ね、なんか部長になる前からこのバンドを組もうって話になって、え、組んで、まあ部長だったから部長権限で名前がついて、なんかここまでやってきたんですけど、本当見てくれてありがとうございます。いやでもちょっと私はちょっとまた後でちょっと話すんで、ちょっともうなんとか回してくれ。うん。一年間全然喋れないんですけど、その喋れないんで、まあ友達もおらず。いや今なんかね、いやいやいやとか言ってくれるけど、特に同期なんか2年ぐらいまで誰あいつってなって思ってませんでした。あの 今もそうかもしれないけど、うんうん、でも今井さんが結構長いんですよね。うん、そう、そんでそう、楽は好きだけどなんかもうコミュ障でもバンド全然出れてなかったのが2年だか3年だか、うん、2年だね、その時に、ね、そう、2年の学祭はなんか2年の学祭と終わった時に、そう、相原がボーカルでしか出てなくて、あの懐かしいの、それから、で、まあ、相原とベースを、相原のベースが今さっき全部3曲見てかっこええやん、かっちょええやん、かっちょええやん、これはちょっと自慢したいなと思って、私じゃないけど、なんか組んでちょっと見せてあげたいなっていうやっぱ気持ちもあり、でなんかね、そういう感じでした。はい、うん、そうそう、まあなんかそんな感じだったっていう経緯みたいですけど、まあ、ね、本当に、ね、誰あいつって今以上に思われてた僕を、ね、今こうやってなんかいやいやいやとか言ってくれるぐらいになんか輪に入れてくれたっていうのはね、なんかこういう風な気がするからじゃない。でもだって輪に入れてなかったじゃん。ありがとうございます。いや、本当に。
誕生写真館で。本当にありがとうございます。どうしよう。まあ、なんか本当に、あ、じゃあちょっと、じゃあ少しだけ話しますね、この最後の曲の前に。なんか私部長だったんです、実は。いや、ちょっと違う。なんかで、その私は今その6回生の部長で、なんかこんな上に立っているんですが、本当に私部長の時に何したかなって考えたんです、ちょっと前に。でも本当なんだろう、みんながなんかその中に本当に何もしてないなと思った、だしてただけだなと思ったんですけど、一つだけそう思い出したんです。一つだけ心がけてたことがあって、みんなに本当に参加してもらおうっていう気持ちをすごい言ってて、それをすごい頑張ってて、だからすごいなんか、あとライブの連絡とか早くしたいとか、そういうのは してたかな。あと、まあ、そういうのしてて、で本当になんか、ね、このバンドで難しいのはなんか、さつき祭かなんかの時、ね、見てる人3、4、5人とかの時あったりとか、そう、でもそれは私の部長時代、私の部長時代が本当になんかもう、それこそ何、さっき動物園みたいなやつが飛び散ってて、なんか飛び散ってて、なんか見る人、ライブに参加する人も今の日じゃないくらい多分少なくて、で、なんか少なかったんです。で、その5人とかだったのが、そう前の学祭の時もみんな大勢見てくれる、また今日最後の時こんなに、本当なんかね、なんかインディーズのバンドみたいな、なんか昔は客、本当にこんなに、もうなんか数十倍もったかな、ちょっと、まあ、でも本当に見てくれて、あ、じゃ本当に、あ、なんかそういうの、その時かそってたのが、今、その歴代の部長さんを経由してて、こんなに参加してくれる部活になったことが、私は本当に、まあ、自分の時に成したかどうかわからないけど、まあ、3年越しじゃないけど、自分がやりたかったことが今叶ってる状況、本当に感謝しています。私は本当なんか仕事してないとか言ってたんですけど、仕事してないとか、なんか何も残してないみたいに言ってたんですけど、私本当に、だからそれが目標だったんで、みんながもうライブに見てきてくれたり、ライブに参加してくれるだけで、本当に私はもうそれだけでめちゃめちゃ部長やっててから、なんか救われるんで、本当にみんな参加してくれて、お腹てか、ここまでなんかやっててくれてありがとう、本当にありがとうございました。本当にありがとう、ちょっと、どうしよう、ありがとうございます。じゃあもう、締めよう。じゃあ
最後の曲。一応なんか、まあ、最後の曲なんですけど、あのみんな知らないだろうから、ね。知らないだろうね。あのね、あの例によって、まあ、皆さんが知ってるかどうかは無視して曲選んでるので。いつも私たちの曲はちょっと誰もなんかあんま知らないね。そんなバンドで本当に取り捨てるのがいいわからない。そう、本当に申し訳ない。マジで申し訳ない。でもそれ本当にネーミングのパワー、ね。そう、そう、ネーミングのパワー。これ絶対無条件権だよね。本当に良くないよね。本当にこれで良くない。いや、2年の時なんか最大の罪を犯した気がする。ね、最大の罪。ちょっとこれ良くないよ。そうだよ。本当になんかさ。うわ、言わせてる。そう、有名な曲とか、なんかね、有名な曲とかね、やって、最後くらいね、なんかね、締めようかなとか思ったんですけど、まあ、無理。私たち、無理。そういうのできない。でもなんかね、うちらなりにね、なんか、ありがとう。ありがとうの気持ちを。曲みたいなのを。でも、ちょっとすごい、大丈夫かな、私。あの一応みんな知らないだろうから、なんとかメッセージは伝えていってください。ギター弾かなくていいよ。ギター最悪弾かなくていいよ。OK。よし、でも思っちゃったよ。よし、まあ、本当に、ごめんね。もうみんな本当に素晴らしかった、ライブ。みんなちゃんと、私たちよりもすごいしっかりして、ちょっとダメ、これ、ダメ、これ、ダメ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 、本当に、いや、本当に6年間ありがとうございました。ちょっと頑張ります。はい。Thank you.
本当にちょっと演奏面がずたぼろで、すごい、もうなんか恥ずかしいですね。申し訳ない。ちょっと待って。いや、本当に、私、本当に自分のことが大嫌いな、本当自虐主義なんですけど、本当に、慶応の皆様には、本当に、なんかこういうの言うの、なんか、言うのがちょっと嫌なんですけど、なんか本当に、好きでいてくれて本当にありがとうございます。本当に感謝、さっきもちょっと言ったんですけど、もうなんか返しきれないくらい本当に本当好きでいてもらってありがとうございます。本当に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 ちょっとこれ本当もうちょっといやもうちょっとなんかなんか私は部長で本当に、苦しかったこともあったんですけど、最後までこの舞台に立たせてくれたのは本当同期はじめ後輩先輩方あと先生もうなんかいろんな人の協力あって今日ここに私は立っています。本当に自信がない私でも一応すごい自信持って舞台ではやってるつもりです。それが伝わってるいいかなって思います。なんか私も一人一人にメッセージを送りたい気持ちがもう溢れてるんですけど、ちょっとそれ言ったらね、私話すの下手くそなんでちょっと長くなっちゃうんで、まあでも本当にでも同期のことは大好きです。やっちゃって、まあ、本当に、このゲーム